ございます。今日はですね、ブリヂストンさんのドリームフェスタに参加しています。よろしくお願いいたします。可愛いキャップもらいました。これから、はい、抽選会楽しみたいと思います。大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。ドリームフェスタと書いてあります。ゴルフ場の名前が書いてあります。市原ゴルフクラブ。次にオリンピック仕様マーカーです。マーカーです。かわいい。かっこいいね。かっこいいね。ブリヂストン。ブリヂストン何言ってんの。ブリヂストンですよ。ブリヂストーンです。うん、次ボールですね。ボール。リンゴルフ。リンゴルフオープンでも配ってる。あ、JGR。JGR。おお。今日のドリームフェスタ。書いてあります。書いてあります。いいですね。JGR 好きだからめっちゃ嬉しい。JGR いいですね。女性はね、このハンドウォーマー。
手首がね、手首の手の甲が。これ私前に去年の冬に紹介したハンドウォーマーの、うん、ちょっとなんかボアバージョン。ボアバージョンあるとないじゃん。全然、ね、これは違うんで。そう、これはめっちゃ私も使ってるんで嬉しいです。男性はね、指先カバー付き。あ、そうなんだ。手袋が入ってたみたい。やっぱね、首がつく部分は冷やしちゃダメなんですよ。そうですね。手首、首、足首で、あとこのマーク入りの色紙が入ってました。あとはキャップね、かわいいオレンジ。女性はオレンジで、男性はブルーですね。男性はここに星はないけど、女性はここに星があります。かわいい。以上、参加賞の紹介でした。はい、おはようございます。バンカーとアプローチはもうちょっと少ないですけど、あとパターレッスンですね。パターレッスンでよろしいですか。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、おはようございます。お待たせしました。じゃあ寒いから中で中で待機しましょう。9時半まで、9時半からパターレッスン受けてるんで、ね、どのプロが教えてくれるのか、ね、楽しみです。パター得意ですか。ロングパッドよりもやっぱショートパッドの方が苦手。苦手ね。なんか緊張しちゃう。見ちゃう。見ちゃう。こうやってね。そう。見ちゃうんですよ。見ないときはうまくいく。ああ、そうなの。基本見ちゃうんですよ。気になって。じゃあショートパッドが苦手な、はい、ゆっこさん。はい。パターレッスンの何かを掴みましょう。掴みたいです。今からパターレッスンを受けたいと思います。なあ、ちょっと寒い。寒いし、雨です。雨です。昨日めっちゃ天気良かったのに。そうだね、暖かかったね。今日はちょっと打って変わって、お願いします。お願いします。西山プロですね。ロングパッド、はい、食べましょう。やはり朝、はい、来た時に、はい、パター練習はロングパッドからやるんですか。そうですね、まあ、ロングパッドやったり、はい、ショートパッドやったりも、なんかいろんな長さのパターを朝まずやって、はいはいはい、それで最後はだいたい 4-5m とか 3m とか短いのを集中して入れるような練習の順番がなんか一番いいかなって思うんですけど、はい、眺めから眺めからまず、はい、あ、じゃあ2人並んでいただいて、はい、ありがとうございます。どんぐらいなんだろう。上手ですね。お、入った。おうまい。うまいですね。ロングパッドってショートを使うことが多いんですよ。はいはい、オーバーする方がいいとか、なんかそういうのってあるんですか。でもなんか無理やりそのオーバーさせようと思って打つと、はい、もう自分の距離感がなくなっちゃうんで、はい、もうそれはショートをでも、はい、無理やり動かせようとしなくてもいいと思います。このくらいのタッチかなって。そうですね、なんか例えばそれこそ朝のスタートで振り幅で、はい、だいたいこれですと10m ないのか、10ヤードとして、はい、10ヤードの距離感が合わないときは振り幅を逆に作っちゃって、うん、振り幅で合わせてくるっていう、その10ヤードからプラマイナスでおお、入るもですね。いいよ。あ、いいよ。私でも本当にあの短いのはダメなんですよ。そうなんですか。いい感じ、うん、おー、あ、はい。じゃあショートパッド、ショートパッドやりたい。お願いします。このぐらい、このぐらいですよね。ちょっと入れたい、入れたい。そこからフリーパッドよくちゃう。あ、この距離本当嫌かも。この距離ね、あれぐらい長いとなんか適当にやってほしいんですけど、これ入れたい気持ちです。こういう時はどんな気持ちで打ってるんですか。こういう時はもう大体ちょっとこう、私は反対から 見てまずラインを決めるんですけど、
一体右の縁に打ち出せば入るかなっていう感じなんで、ここに打ち出すことだけですね。後ろから見て右の打ち出すところを大体線、飛球線に対してまっすぐ構えて、ここに向かって打つってだけ。なるほど。さすがね。そこですと、もう本当口か口中でもいいぐらいかも。いやー緊張しちゃうこの距離やっぱり。いい感じ。いいですか？全然。そろそろ時間が迫ってきてるので最後に、はい。ただも右縁なんですか？こっちからですと。なんか違うの。ああ、そうですね。右、真ん中かちょっと右ぐらいかもしれない。イメージして。跳ねたからね、最初。そこに打ち出すことだけを考えて、はい、まあ、このぐらいの距離でもカップ見ないで、どこに打ち出そうかなっていう感じで。今日はこの距離を、ね、頑張っていきます。打ち出しの場所だけをちゃんと考えて。すみません、なんか短い時間に。いえ、とんでもないです。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。でもお上手なんで、自信持って楽しんでください。ありがとうございます。楽しかった。楽しかったね。うん、温まった。温かくなったよね。気持ち入ってくるよね。ね、そう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 。練習とはいえね、入れたいみたいな。そう。しかもね、地味なごめん、うん、地味な動きなのに。うん、温かくなった。ったね、じゃあ中に戻りますよ。はい、プロのはい、パターレッスン受けてきましたけど。いやもう楽しかった。楽しかったです。なるほど。やっぱプロすごいですね。一発でポンってね、うん、ちょっと喋りながら。そうだね、さすがですわ、ね、こんな風に打ってってたら入ってたね、ポンって、ね、さすが西山さん、めっちゃいい人でしたね。いい人でした。優しかった。何もすごい、こんな今日こういう練習場のレッスンもあったのかな。本当だね、あったの、ね、朝早くからやってて、練習場レッスンと、うん、すごいバンカー、アプローチ、パッティング、これ私たちですね。そうですね。そうで、あ、パッティングチャレンジとかいうのもあるんだ、うん、なんかやってましたね、うん、すごい盛りだくさんの。あ、ドラコンチャレンジやってたのかな。あれ、あ、これそれ、これから中東コース、うんうんうん、JBR のクラブのシダとかもそう、ツアービールね、あるんですよ。すごい、という感じで、うん、盛りだくさんですよ。結構こう受けたい方がいたんで、私たちはもうパッティングのレッスンしかでもね、埋まってたよね。そう、埋まってたんと、うん、やっぱ結構人気ですね。人気です。埋まっちゃってたんで、でもね、パターが一番大事ですよ。誰やねん。本当に大事ですね。パター大事です、うん、パター大事です。教えてもらえてよかったです。ということで、ご飯食べに行ってきます。行きます。なんだろう、軽くバイキングがあったって、ね、いただきます。いただきます。じゃあ、うん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 、この時期にパイナップル珍しい。うまいね。おいしい。はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。よく言われます。